本書の提案にのっとって正しく人生を設計すれば、誰でも幸福の条件を手に入れることができるのです。こんにちは、本懐チャンネルのサムです。今回は立花明さんが書かれた幸福の資本論、あなたの未来を決める3つの資本と8つの人生パターンという本を解説します。この本はこんなあなたにおすすめです。幸福になるための戦略を知りたい。そんな方におすすめの本です。幸福になる方法というと、今まで多くの本でも語られてきたことです。ですが、幸福な人生を送れていると自信を持って言い切れる人はそれほど多くはないのではないでしょうか。本書は幸福な人生を実現する戦略について分かりやすく教えてくれる本です。それでは早速紹介していきます。というわけでこの動画では1、人生を支える3つの資本とは、2、人的資本に関する戦略という順番で解説していきますので、ぜひお楽しみください。1、人生を支える3つの資本とは。この章では人生を支える3つの資本とはというテーマについて、本書から3つのポイントをピックアップして解説していきます。解説するのは幸福の定義、人生の8つのパターン、幸福の製造装置という3つのポイントです。ではそれぞれ掘り下げていきます。まず1つ目のポイント、幸福の定義。幸福について語るということになれば、まず幸福を定義する必要があります。本書ではまずはじめに家に例えられて説明がされます。幸福が主観的なものであるように、住みたい家を聞かれた時、人はそれぞれ異なる建物をイメージしますよね。どの家が優れているのかの序列がつけられない以上、どれもいい家としか言いようがありません。しかし一つだけ共通することがあります。夢のマイホームがいきなり倒壊してしまえば何もかも台無しであることです。良い家はしっかりとした土台の上に正しい設計で建てる必要があるというのは基本中の基本です。これは幸福も同じで、土台の上に正しく設計すべきものなんです。この土台のことを本書では人生のインフラストラクチャー（かっこ株構造）というふうに呼んでいます。簡単に言えば幸福の条件のことです。ところが巷にあふれる幸福論の中で、人生のインフラについて論ずるものはほとんどありませんでした。これではまるで土台を無視して家の間取りやインテリア、あるいは食器棚に並べるお皿のブランドに頭を悩ますようなものです。脆弱な土台の上に無理やり建てた家はいずれは崩れてしまうでしょう。それでは幸福のインフラとは何なのでしょうか。様々な条件が頭に浮かぶと思います。巨万の富、権力や名誉といったポジティブなものから、重い病気にかかる、交通事故で重傷を負う、愛する人を失うなどネガティブなものまで、様々なことが人生に大きな影響を及ぼします。これらの中には自分の力ではどうしようもできないこともあります。そこでまず幸福の条件を設計できるものと設計できないものに分けてみます。設計できないものとは運命のことで、容易に変えることはできません。逆に言えば、私たちは運命をあらかじめ与えられた環境として受け入れた上で、自らの人生を設計していく以外にないんです。しかし、ここでがっかりする必要はありません。運命は変えられないとしても、科学技術の急速な進歩によって、設計できないものがどんどん減っているからです。1940年代に、抗結核薬が発見されるまでは、結核は死病とされ、諦めるほかありませんでした。また、体の一部に障害があるということは大きなハンデでしたが、パラリンピックで活躍するアスリートたちは、今やハイテクを駆使した補助具によって、健常者以上の成績を目指しています。AI をはじめとしてテクノロジーの進歩は加速度を増していますから、これまで運命とされてきたものの多くがいずれ設計できるものへと変わっていくでしょう。さらには社会が豊かになったことで職業が多様化し、人生の選択肢はどんどん増えています。人々はずっと人生の選択肢が限られていることに苦しんできましたが、豊かな国の若者たちは今や選択肢が多すぎることの方に困惑しているほどです。あらゆる自分になれるなら、今の自分を肯定することが難しくなってしまうということです。この厄介な問題も人生を正しく設計することである程度解決可能ではあります。ここではまず幸福の条件として次の3つが挙げられます。自由、自己実現、共同体、イコール絆という3つです。そしてこの3つの幸福の条件は3つのインフラに対応しています。それは金融資産、人的資本、社会資本という3つです。これを見える化すると次の図のようになります。こちらの図は本書からの引用です。本書で述べることはこの単純な図に全て示されていると著者は言います。人生を支える3つの資本、資産によって、幸福の条件である自由、自己実現、共同体、絆が決まります。そこにどのような家を建てるかは、一人一人が自らの価値観に基づいて決めればいいことです。これが本書の基本的な主張です。では続いて2つ目のポイント。人生の8つのパターン。人は3つの資本を運用することで富を得ます。金融資産は財産。人的資本は働いてお金を稼ぐ能力。社会資本は家族や友達のネットワークのことです。この3つの資本、資産の合計が一定値を超えていれば、人は自分を貧困とは意識しません。逆に言えば、これらを全て失った状態が再貧困と呼べます。例えば、地方在住の若者、いわゆるマイルドヤンキーは、
収入は貧困ライン以下で貯金もありませんが、友達はたくさんいるというような状態でしょう。本書ではこの社会資本だけがある状態をプア住というふうに呼んでいます。以下それぞれの状態の図を本書から適宜引用していきます。このプア住の人が何かしらの理由で友達のネットワークから排除されてしまうと、3つの資本を全く持たない貧困に陥ってしまいます。それに対して金融資産をほとんど持っていなくても高収入を得られる職業に就き、友達や恋人のいる若者もいるでしょう。人的資本と社会資本の両方を持つ彼らはリア充と呼ばれます。このように整理していくと、人生における金融資産、人的資本、社会資本の関係がすっきり理解できます。同じように他のパターンも見える化してみましょう。まず金融資産、人的資本、社会資本の全てを誰もが羨むような水準で持っている人、これは非常に珍しいケースだとは思いますが、その人生は超充実しているだろうということで、これを本書では超充というふうに名付けられています。ついでもう少し現実的に、人的資本と金融資産はあるけれど友達がいない、つまり社会資本を持たないタイプ、これはお金持ちの典型です。金持ちは孤独だとか、金持ちは金持ちとしか付き合わないと言われるのは、社会的に成功すると金や権力を目当てにいろんな人が集まってきて嫌な思いをすることが多くなるためです。これは人的資本、つまり恵まれた仕事と金融資産があれば、面倒な人間関係を切り捨てても困らないということでもあるでしょう。その典型が投資家やトレーダーです。それに対して金融資産と社会資本を持ちながら人的資本がない、つまり働いていない人もいるでしょう。イメージとしては気前よく財産をばらまいてみんなの人気者になっているという感じです。これを旦那とします。リア充、お金持ち、旦那と並べてみると、長寿になれなくても資本を2つ持っていればそれなりにやっていけることがわかります。これを人生の成功物語として読むこともできるでしょう。若い時はリア充で頑張って、成功してお金持ちになると仕事が忙しくなって昔の友達とは疎遠になってしまいます。そしてリタイアした後は資産を社会に還元する旦那になってみんなから慕われるといった感じです。最後はプア住と同様、資本資産を1つしか持たないタイプです。金融資産だけを持っていて人的資本も社会資本もないのは典型的な退職者です。その金融資産の大半は年金という形で国家に運用をアウトソースしています。日本社会の高齢化に伴って年金不安が重大な政治課題になっていくことがこの図からもわかります。人的資本だけあって金融資産と社会資本がない若者は最近はソロ住と呼ばれているそうです。彼らは結婚や子供を作ることに興味を持たず、稼いだお金は自分の趣味などに使い、異性の知り合いはいても恋人のような深い関係にはなりません。しかし若者以外にもこのタイプの人はいて、典型的なのは駆け出しの自営業者です。彼らは人的資本はあっても事業が軌道に乗るまでは金融資産を蓄積できません。自営業者に社会資本、友達が乏しいのは生活サイクルが一般のサラリーマンとは異なるからです。土日も仕事で水曜定休とか、午後から働いて帰宅は深夜という生活を続けていれば、学生時代の友人たちからの誘いに応じることができず、友達関係が薄れていくでしょう。では続いて3つ目のポイント、幸福の製造装置。この章の最後に幸福をインプットとアウトプットから考えてみましょう。モデルは極めて単純で、私たちは皆幸福の製造装置を持っており、そこに何らかの刺激をインプットすると、あるメカニズムによって幸福に変換されアウトプットされます。この時幸福の大きさを決める要因は2つしかありません。インプットの量あるいは質と製造装置の変換効率です。インプットされるのは金融資産、人的資本、社会資本ですが、その量は多ければ多いほどいいというわけではなく、人的資本と社会資本では量よりも質が重要になります。さらに同じインプットでも大きな幸福を感じる人と何も感じない人がいるように、幸福の製造装置の変換効率は一人一人違っており、その仕組みは未だブラックボックスです。イメージ図にするとこのようになります。ブラックボックスの中身はみんな違うとしても、一つだけ確かなことがあります。それはインプットがゼロであれば幸福というアウトプットもゼロになるほかないということです。退職者が金融資産を騙し取られたり、人的資本しかないソロ住が失業したり、社会資本だけのプア住が友達を失ったり、これはどれも人生の転落物語のよくあるパターンですが、彼らが不幸なのは幸福の製造装置にインプットするものがなくなってしまうからです。このことから資本を一つしか持っていないと、ちょっとしたきっかけで貧困や孤独に陥るリスクが高くなることがわかります。それに対して2つの資本を持つことができていれば、人生の安定度ははるかに増すでしょう。このように人生を金融資産、人的資本、社会資本という3つの資本で把握すると、幸福という捉え難いものにある程度形を与え、現実的な戦略を考えることができるようになります。これが本書の基本的なアイデアです。本書では3つそれぞれに関し具体的な戦略が説明されていますが、今回の動画では中でも
人的資本に絞って次の章で掘り下げていきます。ではここまでで一章の内容をまとめます。この章では人生を支える3つの資本とはというテーマについて、幸福の定義、人生の8つのパターン、幸福の製造装置という3つのポイントについて解説しました。では続いてに人的資本に関する戦略、この章では人的資本に関する戦略というテーマについて本書から3つのポイントをピックアップして解説していきます。解説するのは20代で5500万円の人的資本、かけがえのない自分になること、収益の最大化と自己実現を両立という3つのポイントです。ではそれぞれ掘り下げていきます。ではまず1つ目のポイント、20代で5500万円の人的資本。ノーベル賞学者の人的資本理論ノーベル経済学賞を受賞したアメリカの経済学者ゲーリー・ベッカー氏は、人はそれぞれ人的資本を持ち、それを労働市場に投資して日々の糧となる収益、給料を得ているのだと考えました。これは金融資本を金融市場に投資して収益を得る経済行為と同じです。ですので働くことを人的資本の投資と回収として経済学の枠組みで説明ができます。これが労働の意味を大きく書き換えたベッカーのイノベーションでした。投資のパフォーマンスは期待リターンとリスクで決まります。投資をしたことがある方ならわかると思いますが、期待リターンが大きければ大きいほど良いというわけではありません。期待リターンが 100% のベンチャー投資とゼロ金利の銀行預金があるとします。市場が効率的であればこの2つの投資機会に優劣はなく、リスク調整後のリターンはどちらも同じです。つまり100人がベンチャー企業に投資すれば50人は元金が倍になり、残りの50人は元金を全て失って平均すれば収益はゼロになります。同様に人的資本の投資も労働市場が効率的であればリスク調整後のリターンが同じになるよう最低が働くはずです。理論的には終身雇用で安定した収益を得られる仕事はローリスクローリターンの投資、つまり債券投資と同じで収益性は低く、それに対しいつ解雇されるかわからない成果報酬の仕事はハイリスクハイリターンの投資、つまり株式投資と同じで報酬が青天井になるはずだと言えます。では一般的なサラリーマンはどれほどの人的資本を持っているのかというと、結論から言うと生涯年収3億円という標準的なモデルで考えた時、リスクプレミアム、すなわち会社が倒産したり病気になって収入を得られなくなるリスクを加えた割引率を 8% として考えると、社会人になったばかりの若者の人的資本は約5500万円になります。ほとんどの若者はこれほどの金融資産を持っていないですから、ここから次のシンプルな原則が導き出せます。最も重要な富の源泉は人的資本であるということです。金融資本と比較した人的資本の特徴は投資の損失がないことです。奴隷制が禁止された社会では働けば多かれ少なかれ必ず報酬が支払われます。多くのお金持ちが地道に富を積み上げていったことを見ても、人的資本こそが成功への鍵であることは明らかです。豊かな先進国に生を受けたという幸運によって、私たちは皆生まれながらにして大きな人的資本を持っています。それをいかに活用するか、あるいは活用できなかったかで経済格差が広がっていくわけです。では続いてポイントの2つ目、かけがえのない自分になること。投資家が金融資本を金融市場に投資して利益を得るのと同じで、労働者は自らの人的資本を労働市場に投資して収入を得ていると考えるという話を前の項目でしました。金融取引のルールは極めてシンプルで、たった2行で表せます。1、利益は大きければ大きいほどいい。2、同じ利益ならリスクの小さい方がいい。これに対応するように人的資本の投資についても次のようなルールがあります。1、収入は多ければ多いほどいい。2、同じ収入なら安定していた方がいいというものです。しかし人的資本には金融取引にはない際立った特徴があります。それが同じ収入なら、あるいは収入が少なくても自己実現できる仕事の方がいいというものです。自己実現はアメリカの心理学者アブラハム・マズロー氏が提唱した人間にとって最も高次な欲求で、衣食住のような根源的生理的欲求、安全な暮らし、家族や周囲から受け入れられているという感覚、他者からの承認という4つのレベルの欲求が全て満たされた後に現れてくるとされます。ここでは自己実現をかけがえのない自分になることと定義しておきます。自分探しという言葉があるように、どこかにまだ出会っていない本当の私がいるという感覚は今では広く共有されるようになりました。これに対して本当の自分なんて幻想だという批判があり、これは確かにその通りかもしれませんが、それでも自己実現の魅力は変わりません。この幻想はお金と同じ構造を持っています。お金というのはその実態だけを見れば紙切れであり、金融機関のサーバーに格納された電子データに過ぎません。すなわちお金の本質は幻想だということができるわけです。しかしみんながその紙切れやデータに価値があると思えば、幻想は実体化していきます。お金は確かに幻想ですが、それが共同幻想になるまで共有されると現実へと変わり、私たちを魅了し拘束します。
このお金の話と自己実現の話が同様の構造を持ちます。江戸時代に本当の自分がどこかにいるなどと言っていたら頭がおかしくなったと思われたでしょう。しかし今では自己実現はキャリアにおける聖杯となり、仕事を通じて自己実現することが人生の目的だとみなされるようになりました。大学で行われるキャリア教育はこうした得意な価値観を若者に刷り込む役割を果たしています。一旦共同幻想になれば価値観は現実化するわけですから、人々は自己実現したと称する人を尊敬し、憧れ、羨むようになります。このようにしてかけがえのない自分がリアルな人生の目標になります。こうして私たちは無意識のうちに働くことに2つの目標を設定していることがわかります。一つが人的資本からより多くの富を手に入れる、もう一つが人的資本を使って自己実現するというものです。この異なる望みを同時に叶えるのが理想の働き方です。では続いて3つ目のポイント、収益の最大化と自己実現を両立。働くことに対して2つの目標があるという話を前の項目でしましたが、どうすれば収益の最大化と自己実現の2つを両立できるのでしょうか。その基本ステップは、1、好きなことに人的資本の全てを投入する。2、好きなことをマネタイズ、ビジネス化できるニッチを見つける。3、完了化した組織との取引から収益を獲得する。という3つのステップです。一見難しそうではありますが、これは可能であると著者は言います。日本でも優秀な若者が20代で起業し、ゲームやアプリの開発などを手掛けることが珍しくなくなりました。なぜ彼らがこのような道を選ぶかというと、身近な成功体験を知っているからです。もちろん日本ではシリコンバレーのような何千億円、何兆円というビッグビジネスが生まれるわけではありません。しかし有名大学の学生であれば、友人の先輩くらいの範囲内でアプリの会社を作ったら3年目で5億円で大手メーカーに買収されたという類の話を聞いたことがあるという人も珍しくないでしょう。日本の市場はグローバルマーケットに比べてずっと小さくはありますが、それでもちょっとした運と才能があれば若くして億万長者になるくらいの規模ではあります。もしまだ20代の人であれば、35歳までにやらなければならないのは、試行錯誤によって自分のプロフェッション、好きなことを実現できるニッチを見つけることです。会社の中で専門性を活かせるごく少数の恵まれた人を除けば、人生のどこかの時点で組織の外に出て、知識や技術、コンテンツの力で大組織と取引するフリーエージェント化が高度化する知識社会の基本戦略となるでしょう。日本人は定年という強制解雇によって、誰もがいずれは会社を追い出される運命です。ですので、超高齢化に適応できる戦略としても、フリーエージェント化は非常に有効な戦略だと言えるわけです。はい。ではこのあたりで最後に内容をまとめます。1、人生を支える3つの資本とは、幸福の定義、人生の8つのパターン、幸福の製造装置。2、人的資本に関する戦略、20代で5500万円の人的資本、かけがえのない自分になること、収益の最大化と自己実現を両立、というポイントについて解説しました。今回紹介した本、幸福の資本論、あなたの未来を決める3つの資本と8つの人生パターンについてまだまだ紹介できていない部分が多いです。おすすめの本ですので、ぜひ読んでみてください。いつも通りリンクは下の概要欄に貼っています。というわけで、今回の知識が何か少しでも、あなたの人生の役に立てれば幸いです。自分に役立つ本を探したい。そんなあなたにぴったりのサービスがあります。え？人気動画配信者が分かりやすくビジネス書を解説。短い時間で理解度アップ。ビジネス図書館東京。